どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。ついにですね、極悪が9分で周回できるようになりました。そもそも極悪といえばですね、合点が最速で、11分で速いって言われてて、で合点の最速編成が10分30秒ぐらいで周回できて、マジ革命的に速い編成がねあるんですけども、ルシファーのパズル教室をスキップするって編成があるんですけども、今回ですねミリムが全てを破壊してまして、まずめちゃくちゃ快適に周回できる前提で1周なんとですね9分台出せます。でミズバルディンとか引いて遅くても11から12ぐらいで周回できて、遅くて11から12っすよ。で基本ミズバルディン引かずにヒカルバルディン引いた場合も9分からもう10分前半で周回できちゃうっていうやばい編成です。もちろん編成難易度は超絶壊滅級なんですが、組めれば最強なんで、ちょっと今日はミリムのやばすぎる編成紹介していこうと思います。この編成が裏千住のテンプレになる可能性もはやあります。編成紹介していきます。こんな感じです。リーダーエルディアブロです。気軽減2つ、光軽減2つにこちらウルバリンマグニート武器継承ですね。はい。でからのディスティニーガンダムです。冬にスキブ潜在悪魔キラーにこちら玉子武器継承ですね。はい。ミリム属性吸収神キラーミリムリムルミリム属性吸収回復キラーミリムリムルミリム属性吸収神キラーミムあーもうっていう感じ。属性吸収回復キラーにミリムリムル武器継承です。もうミリムは全部ミリムリムル武器をアシストしてあげて、属性吸収4体つけてあげて、2体には回復キラー、2体には神キラーつけてあげるという感じの編成になってます。編成難易度超絶ぶっ壊れ壊滅級なんですが、組めると頭あるぐらい強くて、でですねちょっとこちら見てほしいんですけども、でんこれね今回の編成考案者さんの、P丸さんなんですけど、ちょっとタイム見てほしいの。わかります？言ってること。9分30秒台よ。極悪だからね、言っとくけど、新F式ならまだわかるよ。極悪だよ。もうぶっ壊れてます。なんで使った方がおもろいんで実際にやっていこうと思います。遊んでいきましょう。さあということで1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層です。ディアブロ変身していきましょう。からのミリム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 していきましょう。はい。もうひたすらミリム打ってあげて玉子使います。そしたら2番目のミリム使ってあげて火闇焦げして倒していきます。はい。こんな感じですね。火闇こげし組んであげてワンパンしていきます。でもバッチは落ち込んなしバッチです。そう、なぜなら破壊できるからです。まず今回ミリムリムル武器を4枚積んでるんで HP がめちゃくちゃ漏れてるっていうのもありますし、あと単純にミリム火力も HP も高すぎなんですよね。マジで強い。本当にぶっ壊れなんで破壊していけます。はい。でこのミリム使ってからディアブロ使いましょう。これで火闇焦げし組んであげてワンパンしていきます。11コンボです。もうこれでミリムの火力で当然のワンパンです。強すぎる。あまりにも強い。あまりにも、まあ、インの加護発動してるもんね。やっぱインの加護って偉すぎるね。これ冬熟クルーツインの加護なんで、いやミリム絶対新戦時やばいと思うよ。これ副属性闇に変えたら全然非属性も痛くないし、なんなら火でも全然ね生きるまであると思ってて、もしやばいと思う。でこれ火の T 字組みながら殴っていきます。はい。これで火の T 字含みながらワンパンしていきましょう。じゃ闇3、いや闇5か、オッケー。火の T 字プラス闇5プラス回復でワンパンしていきます。突破です。さあ続きまして4階層です。4階層はミリム1打ってあげて火闇3消しで OK です。はい。ちょ見ててよマジみんな。いくよ、ミリム使います。はい、これで終わり。T 闇三下し組むだけ。もう T 字すらいりません。はい。これで一撃で半分まで余裕で持っていけます。破壊。そしたらパズル教室、ここはパズル教室頑張りましょう。マジでねやばいし、やばいよねマジでね。快適すぎる。ここまで2分です。タイム早すぎ。毎ターン確定せずなのも偉いよね。えい、これも10コンボ組んであげてワンパンしていきます。はい。まあ、9コンボで OK ですけどね。これで倒していきます。さあ続きまして5階層です。
5階層はミリムの2使って殴っていきます。で火のシェアとか来てて爆弾がうざい場合に関してはディスティニー使って OK なんで、そこの対処もできてます。もう完璧ですね。でアシスト向こうはもう回復しません。火の TG プラス闇の3組んでいきます。はい、これで火の TG プラス闇プラス回復組んどいてあげて、ちなみに回復力もねこんな感じで簡単に回復できるのでなかなか強いです。なんなら火の2コンボ組んであげたら回復2倍も入るので耐久値も上がるって感じで、6階層です。ここはミリム使ってあげて殴っていきます。ミリムからのディアブロ使いましょう。で火の T 字プラス闇の三下し組んでいきます。はい、火の T 字プラス闇の三下し組んであげてワンパンで突破していきます。さあもうこの火力で T 字火力で破壊していきましょう。ワンパン、もう本当に強い。アシスト無効状態でこれ7階層です。ミリム使って殴っていきますが、ちょっと盤面いいんでこの盤面で殴りましょう。いきます。はい、まずはミリム使わずに火闇で回復組んで T 字含んで殴っていきます。はい、ミリム使わんくても削り切れます。はい、そしたらあとはミリム使って突破していきます。ここはミリム使ってね、ミリムループ再開してあげて殴っていきましょう。火闇三下し組んであげて突破していきます。これでミリムの火力でワンパンしていきましょう。ツーパンです。さあ続きまして8階層です。8階層は初手エルディアブロで覚醒無効回復しつつ闇の5と火の三下しでワンパンしていきます。はい、こんな感じですね。闇の5と火の三下し組んであげてワンパンで倒していきます。まあ、アシストも返ってくるので簡単に破壊できます。はあ、闇5の火力でワンパンです。光バルディン、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 光シェイ来た。ここはミリム使って火闇無効貫通組んでいきましょう。マジここでどっちのバルディン来るかで世界変わるからな。ここは無効貫通含んでワンパンしていきます。無効貫通火力でしっかりと突破していきましょう。ワンパンです。さあ続きまして10階層です。10階層は外の先生ね、エルディアブロの軽減潜在で受け切れます。でかつディスティニーガンダム使ってあげて殴って突破していきます。はい、ディスティニー使ってあげてからミリム使ってあげて、さっきミリムでもよかった、火のエルジュプラス闇の三下し組んでいきます。はい、でまあ回復だけ組んどいてあげてこれで突破していきます。はい、回復含みながら13コンボで倒していきましょう。ワンパン。さあ続きまして11階層です。11階層はミリムで火闇5消し含む盤面 7C 組んでいきます。これ盤面 7C 必要なんでここはちゃんとコンボ組んでいきましょう。どういう感じで組もうかな、いい組み方思いついた。いきます。全然良くないけど何か組めたから OK。 まあこれで火闇5消し含む盤面 7C 組んであげて、落ち込んだしバッチなんでねちゃんと組んであげてこれでワンパンしていきます。火闇5消しの火力でワンパン。いやちょっと火力ってちょっとこれやマジやばいんだけど。何?12階層です。ここは火闇 T 字組んでワンパンしていきます。弱化ドロップ対策で火闇 T 字組んでいきましょう。さあミリム使います。落ち着いて火闇 T 字と回復組みます。オッケー、もうここは落ち着いてね、ちょっと一回盤面確認してあげて組めてるか確認して火闇 T 字の火力でワンパンしていきましょう。もうこれで弱化ドロップを無視してワンパンです。さあ続きまして13階層です。ここは火闇の無効貫通でまず削っていきましょう。ミリム使います。さすがに闇やろ。あ、闇の無効貫通でまずは半分まで削っていきましょう。13コンボです。そしたらここでディスティニーガンダム使いましょう。76マス拡張してあげて
ミリム使って火闇回復三下し組んでいきます。これで OK です。火闇回復三下しで十分倒しきれます。あんま長距離も降ってきてほしくないから消したくなかったけど、まあこれはしゃあないですね。これで突破していきましょう。まあでもそんな降ってきてないしね。さあ続きまして14階層です。ここはミリム使って火闇回復三下し組んでいきます。はい、もう火闇回復三下し組むだけなんで指現象ありますがそんな影響ないですね。指現象もお釣りで火闇回復三下し組みましょう。いきます。ずらしていいやん、ずらしていいやんけ、組む必要なかった。火闇回復三下し組んであげて、まずは超根性まで削りです。はい、そしたらミリム使いましょう。で普通に平積みで一発殴ります。はい、強すぎるなこれ。火闇で一発投げましょう。適当にこんな感じで T 字とか無効感は含まずに一発殴りです。そしたらここから1コンボ2回組んでいきましょう。そしたらミリム打ってあげて火闇三下し組んで突破していきます。強すぎこれ。もうなんかさ、瞬間来たよな。これはもう攻略とは呼べないね、この編成は。周回。そしたら皆さん、ラストです、もう。ということで、ラスト行きましょう。火闇 T 字プラス、ヒカ3、もしくは闇3、プラス回復組むだけです。ディスティニー使えるんで、めっちゃ楽です。はい、行きましょう。まずはディスティニー使ってあげて、ミリム3枚使います。ちょ、みんなマジ見てて、これでシールド破壊生成。はい、ミリム使ってあげて、シールド破壊生成。はい、ラストミリム使ってシールド破壊生成していきます。そしたら火闇 T 字プラス殴っていくだけです。パズルミス絶対ないようにしていきます。終わりです。終わりです。これで14コンボで、しっかりこのまま、ワンパンしていきましょう。ということで今回ですね、いやこれさ、さすがにやばいよね。これこんなん、なんでもありやん。はあ、ちょっとこれタイム1個、タイム何分んな、ちょマジでタイム見てないんだけど、どんなもんこれ。じゃいやおかしいよこれ、本当にやばいわ。ミリム最強です。これもう強すぎるんで、まあ、ぜひ皆さん組める人は使ってみてください。じゃあチャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。